マイコビラ、シーサイドホテルマイコビラ神戸、シーサイドホテルマイコ B 社は、兵庫県神戸市垂水区舞子にある、シティホテルである。単に、マイコビラとも称される。舞子公園の北東、明石海峡を望むことができる丘の上に位置する。現在1998年春光の14階建ての、新本館と1981年春光の8階建ての、緑風館。 旧別館で構成されている。古くは指定であったが、1966年、昭和41年に、神戸市が購入し、公共レジャー券宿泊施設として営業されてきた。バブル景気時に大規模な新本館の建設が計画されたが、その後のバブル崩壊と、平成不況と阪神、淡路大震災による経済的影響から着工が遅れ、 明石海峡大橋が開通した1998年、平成10年9月にシーサイドホテルマイコビラ神戸として新装開業した。本館はメリケンパーク界隈の民営ホテルに引けを取らないほどのスケールである。14階のレストランやバー、そして一部の客室の浴室から明石海峡大橋と淡路島の展望を取り入れるように設置されている。また、 アリス川の宮別邸の庭園に植えられていた木小松を活かすようにも設計されている。旧別館は緑風館に改称され、客室、和室と宴会場、浴場が設置されている。また、新本館落成後にチャペルも設置された。施設は急勾配の丘陵地に立地しているため、徒歩利用者向けに傾斜に沿って横に水平移動する車高エレベーターが設置されている。 このエレベーターは全国的に見ても極めて珍しい機種である。新創開業から2013年、平成25年3月までは土地、建物を神戸市が新宅銀行団に新宅し、新宅銀行団が融資を受け、新本館建設、旧別館改修を行い、第3セクター会社がホテルを経営し、新宅銀行に賃料を支払うことで、新宅銀行団は 融資を返済するという民活のスキームが採用されてきた。しかし、第三セクター会社の業務不振、財務状況悪化が、神戸市の財務負担増大を招き、事業見直しを迫られることとなった。2013年4月、土地は、神戸市が保有、賃貸、建物は、明治海運株式会社が保有、賃貸、ホテル経営は、明治海運100%子会社のサフィールリゾート、 株式会社が行う、現在の体制に移行した。アリス川の宮たる人新納が1888年、明治21年に、現在地の舞子菓山、またはカラス先、カラ先と呼ばれた日書で来訪。ここからの継承を、痛く気に入った、たる人新納はこの地を買い上げ、その後1893年、明治26年に、別邸の建設を開始した。 別邸は1894年、明治27年に竣工するが、皮肉にも同年暮れに、樽人新郎は、広島大本営で、蝶チ府スを発症し、この別邸で静養することになる。明けて1895年、明治28年1月、樽人新郎は、舞妓別邸で皇居した。樽人新郎の後を継いだ弟の竹人新郎も、晩年は、舞妓別邸で、 病気療養を行い、大正2年、1913年にこの地で、皇居することとなる。1920年、大正9年に、史跡名称記念物指定を受ける。明治天皇は1900年、明治33年、1902年、明治35年、1908年、明治41年と宿泊。昭和天皇も、皇太子時代の1916年、大正5年、 皇后と1954年、昭和29年に宿泊した。1917年、大正6年に、住友系払い下げられ、迎賓館となる。終戦直後は GHQ に接収され、館内は様式に改められる。1950年、昭和25年に、接収会場のホテル東京へ、売却。1959年。 昭和三十四年十一月にオリエンタルホテルが買収し、オリエンタルホテル前小平都市経営した。1966年昭和四十一年に神戸市が買収し、原型の木造の家屋は破壊され、市民憩いの家前小平となり、市民プールや鉄筋の宿泊施設を建設した。百八十一年昭和十六年には八階建ての別館、現、 緑風館も建設された。阪神、淡路大震災では既存施設が損壊被害を受け、新本館の建設と同時に別館の修繕を進めることとなった。しかし、神戸市が死災を発行して直接事業を行うことは財政上困難であったため、1996年、平成8年に以下のスキームを構築した。しかし、 第三セクター会社によるホテル経営は不振が続き、賃借料の減額、神戸市による新宅銀行団に対する損失保障、第三セクター会社への融資などの支援策を打ち出したが、経営は好転せず、神戸市の負担は高まる一方となった。神戸市が設置した外郭団体経営評価委員会の2008年度報告、2009年4月公表では、 会場アクセスと並び事業スキームを含めた抜本的解決策の検討を早急にお願いしたいとの提言がふさた2011年、神戸市は有識者、学識経験者によるマイコビラ事業あり方検討委員会を設置。2012年2月、将来負担のリスクを避けるため信託スキームを解消する信託銀行団が受けた。 銀行融資への保障を実施するホテル事業の一定期間存続を前提に事業を民間へ売却するなどの提言が出された。これを受けて神戸市は新たな事業主体の工房を実施、明治会運株式会社を選定し、同社に建物を24億円で売却、土地は約1150万円、月で賃貸することとなった。ホテル経営は 同社の100%子会社であるサフィーレリゾート株式会社が神戸マリンホテルズ株式会社から事業譲渡を受ける。一方、新宅スキームの解消にあたっては約101億円の保証を行っていい。2013年4月1日より新体制での営業を開始、現在に至っている。なお、 神戸マリンホテルズ株式会社については2013年6月17日に会社解散を広告するとともに特別生産開始を申請した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。